皆さんこんにちは。個別教室のトライ元町校の講師の溝江です。よろしくお願いします。今日はこの元町校のここがすごいというところを紹介させていただきます。うちの教室のここがすごいというところは、まずテスト対策が充実しているというところです。この教室では普段の授業のコマに加えて定期テスト前や学力テスト ABC の前などはテスト対策勉強会が開催されていたり、夏休みや冬休みの長期休暇には長期休暇講習が開催されているなど、普段の授業以外でもたくさん勉強する機会が充実されています。そして授業が楽しいという部分です。ここでは塾は勉強するものだという印象をつけるのではなく、先生と楽しく授業することで勉強が楽しいと思ってもらえるように工夫しています。私が指導中に意識していることは、生徒の理解を第一に、分からないよ分かったに変えるということです。生徒さんが実際に分からなかった問題が分かったつもりで終わらせるのではなく、理解できるまで指導しています。実際に1回の授業で 2,3 問しか進まなかったということもありますが、難しい問題でも理解できるようになることで定期テストの点数アップにつながったり、今後の授業の理解に役立ったりします。これから先分からなかったということが続かないよう、一つずつ理解できるように丁寧に指導しています。